どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ゆうころです。今回なんですけども、こちら新仮面ライダーコロシアムの周回編成紹介していこうと思います。はい、もう今日すでにですね、ブラックさんの周回編成上げてるので、もしこの動画でね、まだ見てない人はブラックさんの方もチェックしてみてください。今回は島田らの周回編成の方を紹介していこうと思います。で、先ほどの動画でも話しましたが、仮面ライダーコロシアム上手すぎです。ちょ、これ見てほしいんだけどさ、ブラックさんの編成のね、キングダマダラ、キラー、ロークアクセント2つ、ピーク2つ、リッチ、レインボー、チェーン2つ、スパネギダイト。これ12階層で4分ぐらいで回れて、この報酬なんですね。だからもう回らなきゃ損です。スタミナ効率もめちゃめちゃいいです。これスタミナ99なんで。まあガンダムにかなうものはありませんが、かなり美味しくて、もう周回する価値しかないということで、今日はブラックさんではなくて、シマダラの周回編成を紹介していこうと思います。ブラックさん編成は概要欄に忘れなければ載せておきます。はい。で、編成ですね。こんな感じになります。はい。まずはリーダーからです。こちら、デン、バイオライダーですね。バイオライダー、スキーブで、チェーンいりません。リーチャ武器継承です。バイオライダー、スキーブにリーチャ武器継承です。からの、島田ら、超つなぎし、上限解放で、こちら、マム継承ですね。こちらも、チェーン等は一切いりません。マム継承です。からの、島田ら、超つなぎし、上限解放にマム継承です。からの、島田らです。超つなぎし、上限解放にマム継承です。ちなみに代理に関してリーチは5ターン継続するダブル吸収無効で、手配書に関しては自動回復6個持ちの武器で代用ができます。はい、全然マム押せねえの。自動回復6個持ちの武器で代用してください。からのこちら神結びです。スキブ上限解放つけてあげて、こちらグランツアーム、グランディス武器継承ですね。はい、これでロック目覚め対策していきます。はい、でからのジョナサンです。枝豆に上限解放チェーン2つ、そしてこちらスタープラチナですね。ジョータロー武器継承って感じになっております。という感じの編成ですね。まあ編成難易度もめちゃ低いんじゃない。もう高い要素がない、本当に。編成難易度も低くて、まあバイオライダーはね、交換してもらう必要がありますけど、 RX 取るだけ、あ、ごめんなさい、仮面ライダーブラック取るだけなんで、はい、多分てか持ってる人も多いと思います。一体はね、 RX 昔強かったからっていう感じの編成ですね。今日はこちらの編成を使って仮面ライダーコロシアム周回していこうと思います。ちなみにあの YouTuber の方注意してほしいんですけど、あの BGM ちょっとだけ引っかかるんで、あのそうですね、 BGM は変更しておきましょう。ちょっと今回はデフォルト BGM でいこうと思います。あのぜひよかったらプレイヤーの方はね、 BGM 聞いてみてください。めちゃくちゃかっこいい。さあ1階層からやっていこうと思います。いきましょう。まずは1階層です。ジョナサン撃ちます。はい、これでずらしていきましょう。ジョナサン撃って開けて殴っていきます。はい、これで、超つなぎし君でまずはワンパンです。2階層です。グランディスからの島田ら撃ちます。グランディスで回復目覚め、回復 L 字ですね、消してあげて、回復ロックですね、消してあげてからの島田ら撃って倒していきます。ジョナサンの無効貫通継続してるんで、このまま倒していけます。これで突破です。はい、で続きまして3階層です。まずは島田の花火打ってあげて半分まで持っていきます。こいつめっちゃ硬いので、島田の花火打ってあげて半分まで持っていきましょう。そう、火属性の場合ね、半減半減なんで結構きつい。なのでまずこれで半分まで削り OK。 そしたらサブの変身済みの、ごめんなさい、進化済みの島田を打ってあげてずらしていきます。まあ、次遅延くるんでね、ここは進化前の島田ら温存しておきます。そしたら続きまして4階層です。ここで島田ら打ってあげて2ターンヘイストプラス花火打っていきましょう。でこれで遅延食らったやつら全員返しながら殴っていけます。はい、これで突破していきましょう。 OK。 で続きまして5階層です。5階層は島田ら打ちます。はい、でこれで超つなぎ仕組んであげて突破していきます。 OK。 さあ続きまして6階層です。6階層はリーダーのリーチェ打ってあげて属性吸収無効発動ですね。これで非属性吸収無効していきますからの島田ら打ってあげて殴っていきましょうはい、これでワンパンしていきます。で続きまして7階層です。7階層は島田らの11コンボ組んでいきます。足りるだろ、知らんけど全然足りたわ。なんなら水いらんかったわ。はい、これで突破。まあでもここ雲で見えないんで余分に組んでおけば安心かな。で8階層です。神結びと島田ら撃ちます。
作らせていきましょう。でこれでワンパンです。 OK。 さあ続きまして9階層です。シバダラ打ってずらしていきます。はい、シバダラからのずらし、ここもこれで突破していきましょう。で続きまして10階層です。はい、10階層に関してもシバダラ打ってあげてずらしていきます。ほんとシバダラ強いよなマジで。でここはリーチ武器のダブル吸収が温存されてるのでこれを利用して倒していきます。はい、内接吸収無効寸大とかも一切ないんだけど、リーチ武器が温存されてるのでこれで突破可能です。11階層です。スターパラチナ、ジョタロ武器ですね、打ってあげてからシバダラ打って殴っていきましょう。これで3ターン無効貫通発動からのシバダラ打って突破していきます。はい、これでワンパンです。さあ続きましてボスですね。ボスに関してはバイオライダーからのシバダラ打ちます。はい、で殴っていきましょう。まずバイオライダー打ちます。からのシバダラ打ってあげてスラッシュで HP 全回復しつつダメージ無効貫通利用して半分まで削っていきます。はい、ラストはシバダラ打って終わりです。弱化ドロップにだけ注意してください。こんな感じでずらしていきましょうっていう感じの編成でした。はい、もうめちゃくちゃシンプルに周回できて、さあこれでねタイム見ていきましょう。こんな感じで周回できる編成で、報酬もやっぱりめっちゃうまいよね。キングタマドラ、キラー、6アクセス材2つ、P2 つ、リッチ、レインボー、遅延2つ、スーパーノエル2つ。やべえよな、報酬マジでこれ。何回見てもこの報酬うますぎるんだけど、タイムに関してもですね、だいたい1周4分16秒とかで周回できます。はい、ブラックサンガで超早いかなぐらい。ブラックサンガも4分20秒前半ぐらいで周回できるんですけど、チャバダラが4分16秒とかなんで、まあ、こっちの方がちょい早いかなぐらいの感じです。はい。でも本当にあのずらしだけで周回していけるのはすごく楽で、まあ7階層だけでちょっと自力コンボ必要になるんですけど、そこ以外完全ずらし周回ができるのでめちゃめちゃ美味しいと思いますし、まあぜひともですね、コロシアム期間余裕がある人は、こちらシバダラ使って周回の方してもらえればなと思います。あとはねこれ初クリアした際にですね、これ星6以上確定ガチャももらえるんですよ。だからこの遠征組んだ時点でその周回するしない関係なく単純に星6確定ガチャももらえるんで、これも美味しいんでね、必ずこちら期間中にねやってもらえればなと思います。ということで今回はですね、仮面ライダーコロシアムのシバダラ周回編成を紹介する動画でした。ブラックさんに関してもね先ほどの動画で紹介しておりますので、もし余裕があればそちらの方もチェックしてみてください。じゃあチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。おまけにガチャ引いて終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。おい、もう2時しかで